この状態キープして息を腹式呼吸、はい、これ10回やります。10回でしっかりねインナーとアウターを縮めていく。はい、はい、OK です。はい、じゃあ次のトレーニングです。怪我予防としてひねる動作ね、まあ、野球もひねるし、ボールを蹴る時もひねるし、ひねる動作って、まあ、そうだね、そうだね、ひねるね。だからそこの体幹の軸ができてくると今度は外にねつながる筋肉をつけなきゃいけないので、そのトレーニングを今からやってます、まあ、今サッカーボールになってますけど、まあ、これぐらいの大きさだったら何でもいいので、100円ショップとかにね柔らかいゴムボールとかあるんですけど、まあ、そういうのも全然いいので、でやり方ね、でちょっと一回この足を上げました。はい、足上げました。で反対の肘、はい、反対の肘90度にしてもいいや、はい、こう、うん、挟みましょう。こう、そう、おーおーおー、ちょうどおへその高さでキープ、おー、でこっちでバランスを、おお、そうそうそう、おお、これで膝ピンと伸ばして、はい、はい、これで10秒キープ、おお、一応数えますよ、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、 OK、 これをね左右やるんですけど、今のやつはどっちかしたら中級編、上級編やりましょう、はい、ちょっとアスリート寄りのね、はい、上級編同じように、はい、ちょっと逆からいきますか。これやって今は肘をね、はい、90度にしました、はい、頭の後ろ、うーわー、でこれで、はい、ぐっとひねる、頭の後ろ、ああ、今もっとね結構ひねるわ、そうひねなきゃいけないから、はい、入って、はい、はい、数えるよ、はい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、よいしょ、前のより、うん、もっとこうしなきゃいけない、ね、そうなんですよ。だからまずあの中級上級っていう形でやって、さらにねやるとなると、もっとひねる動作を加えて、ちょっとボールなしでやった時に、うん、ちょっといいですか、こう足上げて、これがここにくっつけばすごい、ボールだったここだけど足にこう、そうそうそう、ここも超上級です。うわ、これはそう、これちょっとしんどいな、はい、だからこれがねやっぱり腰の筋肉とか硬い人はなかなかこれができないから、やっぱ柔軟性ってすごく大事なんですよね。やはり可動域っていうことが、やっぱり可動域の悪い人ってやっぱり怪我をしやすい、腰痛持ってる人もそうですけど、それをね、このボールを使ったトレーニングで、まあ、改善させる、ひねる筋肉を作る、であとはあの自分の腰の筋肉が硬いかどうか、それともチェックできるので、これもちょっとやらせてみてあげてください。